ゆうこさん、こんばんは。速稼塾の久保です。ゆうこさん、いつもなんか可愛いらしいですよね。本当、ゆうこさんってお若いというよりも可愛らしいという感じでね、もちろんお若いんですけども、ひょっとしてね、私よりも年上なんではないかなというふうなことを言われてたこともあるんで、そうかなと思うんですけども、全然そう思えなくて、私ね、もういくこさんなんかその女子大生ぐらいにしか思えないんですよ、いつも。本当ですよ、これ動画見るたびになんかね、そんなことを感じてしまってね、あ、いいな、いくこさん、なんか可愛らしいなと思うばかりでございます。多分ね、他の方も照れくさくって言わないと思いますけども、そう思ってると思いますよ。だからこれからもね、いくこさんが動画にいっぱい出ると、たくさんの男性とかね、女性が幸せになるんではないかなと思いますんで、これからも続けていただければと思います。さあ、そこでですね、今回2つの動画をお送りいただきましたね。1つは、1000億ゾゾタウンです。もう1つは、若者たちへですね。これ2つともいいメッセージが入ってますね。特に若者たちへっていうところは、いや本当にそうだなと、多くのお父さんお母さんが思ってらっしゃることとか、多くの先人たちね、40代50代になった方が、これから社会に出ていく人たちに向けた重要なメッセージだと思います。まあ、これはね、本当私もすごく共感するところが多いんで、お互い動画いっぱい撮ってるんで、なんかね、似たような動画が似たような時期に出てくるのって避けられないと思うんですよ。そういうこともあると思うんですよ。まさにね、私たちは気持ちが近いですから、似たような動画が作られちゃうことって結構あると思うんですよね。これもまた一つの感動だなと思います。あとね、動画の方見せていただきますけども、1000億ゾゾタウンの方は本当にね、偶然私ゾゾタウンを昨日テレビで見ざるを得なかったんですよ。本当は倍賞千恵子さんのね、インタビューが聞ければよかったんですけども、なんかこっち倍賞さんで前澤社長で交互にやってたんでね、もう見ちゃいましたけども、最後の剛力彩芽さんのこととか、最後のオチは全然ね、寅さんが終わっちゃったんでもうやめましたけどもね。まあでもね、大和くんもこれからね、大きくなると思います。でそう思ったんですよ。運ってなんだろうなってずっとね、回答が出ない部分がありましたけども、いろんな要素があると思いますけども、子供にとって運っていうのは親がどれだけ作ってきたかってことに尽きるのかなと思うんですよね。これはね、本当に私思うんですけども、私は平凡なサラリーマン家庭に生まれましたし、裕福ではなかったです。で自分も、あんまりいいこの思考パターンで生きてたわけではないですしね。それから右へ習いをずっとやってきました。それがいいと思ってやってきましたし、今でも右へ習いは日本人に向いてるなと思うんですよ。下手に個性を出したりとか、一人で何かやるっていうのは日本人にはね、多分向かないんじゃないかなと思いながらも、そうは言っても何かできるんじゃないかなと思って模索する日々なんですけども、そういう風にしてる中でね、これから社会に出る若者に何かメッセージをね、やっぱりおこがましいことながら出していきたいなと思うときに、それほどのことを自分はできてるかなとかね、思ってね、反省する日々も多いんですよ。だから若者よ、こうしたらいいんだぞって言っても、じゃあお前はそうしたのかって言われたらしてないなとかね、こうやったらいい仕事に出会えるよっていうふうにアドバイスしたくても、じゃあお前はいい仕事に出会えてるのかって言ったら、全然ね、なんかこの見せられる背中がないなっていうこともね、気づきますしね。でもね、そうは言っても黙ってらんないかなっていうところがあるんで、こうやって動画いっぱい撮るんですけどもね。で前澤社長の話ですか。前澤社長のことは本当にね、ギャグみたいな感じで、10億円とか100億円っていうのは通帳に書ききれないからどうなるんだろうっていうふうに考えてたことがあるんですよ、社長連中で集まった時にね。で私はカンマがなくなるっていう発想は冗談だと思ったんですよ。でも前澤社長のって、その1000の桁とかね、10万の100万の桁とか、カンマがなくなってその分ギュッと詰めて数字入れてましたよね。いやー、こんなことってあるんだなと思いましたね。そういうのも込みでいろいろとね、ゆっこさんから連絡いただいて、ゆっこさんから連絡いただいて嬉しいなと思いましたんで、返信動画にさせていただきました。それではこれからもよろしくお願いします。いってらっしゃい。